岡崎市立中央図書館事件は2010年3月頃に岡崎市立図書館の蔵書検索システムにアクセス障害が発生し利用者の一人が逮捕された事件である利用者に攻撃の意図はなくまた根本的な原因が図書館側のシステムの不具合にあったことから論議を呼んだ逮捕された人物が取り調べの後リブリハックというサイトを立ち上げて 解説をしたことから、リブリハック事件とも呼ばれる。岡崎市立中央図書館2010年3月頃、市民から、岡崎市立図書館のウェブサイトの蔵書検索システムに、対し接続ができないと苦情があり、その後もウェブサイトの閲覧が困難になる事態が、相次いだ。同年4月15日、同図書館が迷惑なアクセスを受けていると、愛知県岡崎検察署に、 被害届を提出し、5月25日にアクセスを行っていた男性が、蔵書検索システムに高頻度のリクエストを恋に送りつけたとして、義兄業務妨害容疑で逮捕された。男性が実際に言っていたのは、蔵書検索システムの使い勝手に満足しなかったため、自身で作成したクローラを実行し、蔵書検索システムから、図書情報を取得することであった。 クローラとは、自動的に情報を引き出しデータベースにまとめるプログラムであり、Google や Yahoo 等の検索エンジンなどでも利用されている。また、国立国会図書館でもインターネット資料収集のためクローラを用いている。20日間の交流と取り調べの後、6月14日には、男性の業務妨害の強い意図が認められないとして、基礎猶予処分となったが、 専門家や技術者からは長期にわたる交流の正当性及びそれ以前に逮捕が必要であったのかが疑問視されている。この事件はインターネットを中心に議論を呼び、日経コンピュータ2010.08-045で京都大学学術情報メディアセンター准教授の上原哲太郎は捜査手法に懸念を表明し、JPSART-CC 広報担当者は このような場合は、j p s a r t c c に相談して欲しかったと述べた。2010年8月21日付の朝日新聞名古屋本社版長官で、図書館のシステムに問題があったことが報道された。産業技術総合研究所情報セキュリティ、研究センター、情報セキュリティ会社など3カ所による解析では、男性の作成したクローラに違法性はなく、 図書館の蔵書検索システムに不具合が存在していたと回答した。このクローラは同時には一回しかリクエストを送らず、受信後に間隔を置いてから次のリクエストを送信していた。これはクローラの動作としては常識的、礼儀正しい程度のものであり、応答を待たずに過大なアクセスを行うことで高負荷にさせる攻撃用のプログラムと異なる動作であった。 サーバーの能力について言えば、この程度の常識的なアクセス頻度では、まだ十分な余裕があったのだが、システムが特殊な接続方式をとっていたことが、原因でアクセス障害が発生した。岡崎市立中央図書館のウェブサイトは、自治体のサイトとしては、専門家でも想像できないほどに脆弱なものであった。しかし、愛知県警察では、逮捕時には、 プログラムの意図を把握していなかった。3層県主任研究員で情報セキュリティの専門家である高木博光は攻撃用のプログラムとは明白に違うプログラムであるとし捜査に疑問を呈している。2005年に導入された図書館の新着図書情報を自動取得可能なプログラムを含んだ三菱電機インフォメーションシステムズ製のソフトウェアは 一時間に400以上リクエストを送られると、他のリクエストの処理が不可能になる不具合を含んでいたため、2010年7月にソフトウェアを大量のリクエストに対応できるよう回収した。なお、2006年の段階でマディーズでは、審判のソフトウェアを作成し、この不具合を解消していたが、同図書館の蔵書検索サイトは、旧版のソフトウェアを利用し続けていた。 また、旧版のソフトウェアに、このような不具合が存在することは、マディーズから図書館側には伝えられていなかった。アクセス障害が問題となった直後の2010年3月には、マディーズは、問題を解析し、蔵書検索ソフトウェアの不具合が原因であること、同じソフトウェアを導入した他の図書館でも、同様の障害が発生していたことを把握していたが、 これらの事実を同図書館側に伝えていなかった。なお、マディーズによって同図書館に納品された問題のソフトウェアは、事件前後の時期には、ロボッツ TXT での指定によりすべてのクローラを拒否する設定になっていた。これは、一般的なクローラが来ただけで閲覧しづらくなってしまう欠陥への対策と推測されているが、 結果的に国立国会図書館のクローラも受け入れを拒否しており違法状態となっていた。高木博光研究員は同じソフトウェアを使用している別の図書館のシステムについて調査し国立国会図書館のクローラがアクセスすると散発的につながらない状態がしばしば発生するだろうと指摘している。全国図書館の横断検索サービスを提供しているカーリルは 同社の使用している技術は逮捕者のものと基本的に同様であり、システムの問題を発端とした逮捕は遺憾であると表明した。その上で、図書館及びシステム開発者と協議し、今後このような事件が起こらないようにしたいと述べた。カーリルは、事件直後に、岡崎市の図書館に問い合わせをしており、その時の回答は、カーリルは会社なので、 問題ありませんというものだったという。図書館情報学を専門とする川島茂雄はシステムを業者に任せっきりにしてしまう危険性を明らかにした事件だとし、システム構築はしないまでも想定されるトラブルを業者に問い合わせておくことが図書館にも求められるとしている。蔵書検索システムの不具合や男性の逮捕に対し同図書館の館長を務める。 大場寮は、図書館には、火がなく、男性のプログラムの方法がまずい、違法性がないことは知っていたが、図書館に了解を求めることなく、繰り返しアクセスしたことが問題だ。図書館側のソフトに、不具合はなく、図書館側に、責任はないと語ったと、新聞各紙は報じている。なお、本件を調査報道した朝日新聞記者のマディーズへの取材には、 同館長も同席したことがあり、また記者から同館長には繰り返し問題の所在について説明されていた。ありがとうございます。